ですよ、絶対それ大事ですからね、はい、じゃあちょっと一回出してみましょう、身体検査して、そうで、だから抗生剤は3回、はい、でインターフェロンはあの冷蔵庫に入れたら2回ね、はい、で、免疫できないからワンクリーンはやってない、はい、あれまた使いますね、捨てないでくださいね、ワンクリーンで、今は抗生剤をやってるわけだけど、抗生剤がなくなったらあのワンクリーンでコントロールしてくださいね。健康チェック表はあります、はい、1061、大体ですけど、これ大事なことなんですよ、これがさ、この間でと一緒とかさ、減ってたし、ちょっと目直すつけたんだけど、弱いから、そうか、一日結局何グラム食べてるんだろう、グラムですか、なんか、あのロイヤルかなの、5等分。ってことは1日5分の2食べてるね。5分の1食べてる。ダロイヤルカナは30、1日で30。あ、これ3回あげたの。これ3回あげてるんですね。はい、5分の1を3回。はい、で、ドライの方は？ドライも3回ぐらい。あ、あげてます。で、3回で30。はい、じゃあ、はい、これは3回で30ね。はい、で、これじゃあ1日5分の3食べてる。はい。でもそのロイヤルカナのドライもよくちゃんと食べるんですね。今持ってますよ。あ、今持ってきてないです、ね。今度来る時には持ってきてください。はい、私の手からも食べれるし。あ、わかりました。そうすると診察が、あ、まあないからじゃあ歯磨きでそれとか。いいですね。このぐらいのちっちゃい時から選んとさ、手から食べてくれないんだよね、なかなかね、みちゃんは。ワンちゃんと違う。これ歯磨きです。はい、じゃあちょっと身体検査しますね。で、くしゃみは落ち着いたから してはいる？してます。なんかトイレの時にそうするんですよ。トイレの時にするトイレのがくしゃみする。あの、おしっこですね。トイレのとこ入ったらくしゃみする。トイレ砂は何使ってます？こう。あの、猫砂ですかね。うん、猫砂食べちゃうんで、ね、もう食ったんです、うん、じゃあ、トイレはどうなってるの？あ、トイレとペットシーツ、ペットシーツが引いてあるんだって、それでもするわけですね、はい、あのトイレで、あのおしっこもんちもそこでします、うん、はい、そうね、ドライフードの方が大事だからね。ドライフードもとにかく袋に書いてありますね、多分何キロだと何グラムとかつけて、生後何キロだと何グラム、その目安はあくまでも目安だから、それよりもあの多い子もいれば少ない子もいるとは思うんですけど、大きいですよ、もし食べてくれるんだったらね。まだ痩せてるから、この間では増えてるけど、まだこう触った感じ、まだちょっと、はい、たっと見はそんな痩せてるように見えないんだけど、大きいのふわふわしてるから。でもさ、こうやって触ると結構食べます、うん、いや、まあ、こういうところのね、背骨が触れないとダメですね、この背骨の棘突起が、でもちょっとまだ触れすぎかな、この背骨の棘突起とか、あとこういうところ、骨盤、腸骨とかね、肋骨とかね、だから全然増えて、で食べ終わったらさ、お腹がパンパンになるぐらいいいですからね、子猫はね。
どうしても体重測ってもらってるんですね、うんうん、いいですね。これ朝あ夜、うん、夜こっちが朝でこっちが夜、ね、朝がそういうことね、ごめんなさい。だから朝いつもまとまってるからちゃんと減ってる日はない、うん、でちゃんと毎日、うんちは1日1回しかしないと1回です。この子のうちはね、半分と2回目でもいいんだけどね、うん、でさっきのレトルトのやつをどんどん増やさないで、ドライをあの増やしてください。増やすんだったら 5% から 10% ぐらいね、まあ、3日単位で増やすんです、うん、要は食べてこう、きれいに食べちゃうんだったら、ちょっと 5% 増やすから、うん、さっき言ったのが、ちょっとでも目の位置が落ちてるかな。じゃあまあとりあえずさ、まあ、水になしで外用でいけますね。良くなってるんだったらね。うん、さ出ます。普通はそんな出ないんだけど、この子くしゃみしてるからさ、鼻水も出るからさ、だから取れる範囲で取ってあげていいですよ。あんまり奥まで綿棒ではやらないから、外に来てるやつだけね。予防注射ですね。ちょっと予防させてもらいます。よっしゃ、ちょっと押ししてください、ね、ちょっと押してください、押してください3子混合ですね、これはね、うん、だから6月9日だから3週間から1ヶ月後、うん、まだちょっとくしゃみしてるからもうちょっとできれば4月9日までには治したい、うん、だからまだ抗生剤は3回以上、はい、でインターフェロンは2回、うん、でもうちょっとでも汚れ取ったらあのワンクリーンして、それでちょっと目の内側の汚れ目立つからさ、うん、取ってくださいね、うん、気になるんだけどさ、ここのところ毛が薄いですよ、ちょっと。あ、ごめんね。ごめんね。ここのとこね、若干薄いような気がするんですけど、まあ、あの広がっていかなきゃいいんですけどね。あの広がるようだったらちょっと調べます。それとあとですね、ブラッシングしてます？表面は。表面。まずは表面。だからウェットブラシとか何でやってます？すごい。あ、なんかこういうつぶつぶついたやつ。あれでやってます。うん、要は手に乗せて手でやってます。ちょっとウェットブラシが。そう、痛くないやつね。こうやって自分の手にやってみて、うん、痛いやつはちょっと怖いとか痛くないやつ。まずこれで鳴らしてください。うん、で慣れてきたらこういう猫用の櫛、目の細かい、うん。いきなりこれ使っちゃうとさ、引っ張られて嫌がっちゃうとは困るから。これでブラッシングを毎日あのご褒美あげながらしてほしいですね。でその時にちょっとスプレーをかけてあげてください。あの保湿剤とティーツリーオイルっていうスプレーを出します。これスキンケアのものなんですけど、
この VS のコンディショナー、コンディショナーなんですけど、あの直接スプレーしても残っても大丈夫なもので、まあ、保湿する際があります。だから傷やが良くなるし、保湿すれば皮膚の場合で焼くのが、もう一個 T3 オイル、T3 オイルっていうのは、まあ、あのオーストラリア、人間の話でね、オーストラリアの原住民の人が怪我したりとか歯周病になったら木の油抜いて治したんです。それをアメリカの先生が見て作った、あるまでも T3 ってあるみたいなんですけどね。それとこれを出しますので、毎日スプレーやがるだったら自分の手につけてね、擦り込んで、ホームテードスプレーでほしいんですけど、ちょっと剣の薄いから、それでブラッシングしてみてください。で、それをですね、一本一本出しますけど、これはもう混ぜちゃってます。だからまあもう一本スプレー買ってきて混ぜちゃって、それで やってください。でこれは毎日やっていいです。ホームテード出しますね。であとは治療は吸入します。加工なしで。なしですね。はい。こちらで1枚ですか。はい。いいよ。あ、それ1枚でも6枚です。6枚。あ、3番か。3番だ。はい。3番でやろう。じゃあ、あとね、ごめんなさい。当選しましょう。もう一回ちょっと血流良くする指導をね、鼻と全身にします。それでちょっと吸入療法します。点眼薬はまだありますよね。はい、特に。抗生剤もまだ1週間ぐらいありますよね。はい、じゃあ。好きじゃないの？そんな好きじゃないの。全然、もうちょっとお話ししたいことがあって、作っちゃったからこれ上手。まあ、今度にしようか。まだ転換しなかったからね。今度はあのデンタルケアの話しますわ、ね、でデンタルケアにもそのオイデスで食べさせるのが大事ですからね。オイデスで食べさせてデンタルケアを少しずつ進めて、終わったらまた食べさせて、だからそうすればよかったら今度は1週間ぐらい先のご都合のいい日に見せてください。ただ体重が減っていくとかくしゃみが増えていくとかね、なんか症状悪くなるんだったら途中で相談してくださいね。なかったら1週間ぐらい先のちょっとご都合のいいところで、まだします。だからインターフェロンは2回、抗生剤の方は3回以上、もう完全にくしゃみがなくなるまで、なくなってからもまだしてほしい。だっていつから始まってるかわかんないから、坂本くしゃみって購入したのがだっていつだっけ18でしょ、でその時からしてるわけでしょ、でその前からその風邪気味だっていうことは、そのね、15日からしてるかもしれないし、もしかしたらもうちょっと前からしてるかもしれないから、完全に治さないと残っちゃうね。わかります。でも違うんだよ、すずちゃんですよね。はい、じゃあ